今回ですね、紹介させていただく車両が、サンライトの T68SV という車両になります。で、ちょっともうオーナーさんにですね、中の方に待っていただいてますので、早速ですね、お邪魔していきたいと思います。じゃあすいません、ちょっとお邪魔します。はい、どうぞ。で、今回ですね、紹介をしていただきますのが、なめかじチャンネルの。はい、アロハ。しょっちゅう会うのに、はい、撮らせてもらうの初めてという。そうですね。今回そうですね、なめかじさんにこちらの車両、はい、紹介していただこうと思います。はい、今日はですね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。知識全然ないですけど。いや、全然大丈夫です、はい、早速ですけど、はい、めちゃくちゃ広いっすね。この横幅すごいっすね。いっすね。いや、でも幅的には変わんないんじゃないですか。本当ですか。いや、めちゃくちゃ広いっすね。サイドミラーも合わせて 2.5 なんで、はいはい、同じくらいです。はい、多分リビングのところをちょっと、はい、見させていただきたいなと思ってて、はいはい、まずこれ何人乗りになるんですか。結構広いっすよ、ね、これは 1,2,3,4,5 かな。ここのベルトあるんで。あ、そうなんですね、はい、じゃあもう5人乗りぐらい。5人乗りっすね。で、寝るのは何人ぐらいですか。寝るのは上がですけど 1,2,3,4 で、ここもベッド展開できるんですよ。あー、そうなんですね。やり方わかんないんですけど。このテーブルが下がって、はいはいはい、これをこう、あー、なるほどなるほど、この辺もはめ込むと、ここが、ここで一人寝れるっていう。あ、じゃあ結構寝れる人数多いんですね。そうですね。ただ実際はまあ真ん中はあんま使わないような感じですね。はい、そうです。テーブルでかいっすね。あ、こういう感じで動きます。はい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 、こういう感じです。結構動きますね。はい、で、高さはなんか、はいはい、これで、おー、はい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 、はい、あ、変えられるんですね。傘も変えれる。これいいですね。使わないときは結構奥にしといて、はい、で、使うときだけなんか引っ張り出すみたいなこともできるっていう。そうですね。はい。座り心地が、はい、こことかもめちゃくちゃ悪いんですよ。はい、そうですか。このサンライトのこのタイプだけなのかわかんないんですけど、はい、この土台がここまでしかないんですよ。でも、マットはここまであるんで、座るとこう下がる。ああ、はい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 。結構その感覚が、なるほど。座り心地がちょっと悪い。ちょっと足りないというか、あれなんですね。あっち側も。座席的にはもう逆にそっちが。もうほとんどメインがここで座ってます。奥さんがこっちみたいな。嫁はんは大体床ですね。なぜかっていうのも、子供たちが2人いて、はいはい、まあ、ここでじっと食べてくれればいいんですけど、はいはい、この上に乗りたがっちゃうんで。なるほど。これがプルダウンですね。はい、降りるんで、これを全部下ろしちゃうと、おお、ここが潰れちゃうんですよ、リビング。なるほど。輸入車のほとんどが、はい、アドニアとかもそうなんですけど、このプルダウンベッドなんで、はい、下ろすとここで使えなくなっちゃう。展開ができない。なるほど、はい、それで床なんすね。こういう感じです。新しいですね。はい、酒持ってこい酒っていう、こういう感じで。あの、詳しくはなめかじチャンネル見ていただければ。よろしくお願いします。これは、はい、結構ネックなとこじゃないかなと、この車両、はいはい、タイプの。ちなみにこの上のこのベッドは使われてますか、はい、使ってます。そうなんですね。じゃあこれも普通に活用して。はい、そうですね。こんな感じ。あ、ちゃんと落下防止の。ついてます。はい。反対側もついてます。2人くらい寝れるかなっていう。はいはい、普段はこちら、どなたが寝られるんですか？大体僕ですね。はい、普通はここに、はしごをかけれます、はい。置いてきてますけど、そうなんですね、アクセスはここに、こう、はしごをかけて登る。はい、今はもう、この座席から。あ、それは大人ならではの技ですね。はい、うちの子も登っちゃってます。この座席から。はい。で、結構高いっすよね。結構身長。180です、僕。そうですね。180センチの人が、そこに立っても当たらないっすもんね。はい。ただ、あと、はい、どうしても、FF ヒーターなんで、この段差がね、ちょっと気になってる、はいはい、とこですね。購入してすぐ、キャンプ場でベロベロに酔っ払うじゃないですか。はいはい、アウトドア初心者だったんで、はい、もう今でこそハエとか気にならないですけど、はい、初めてだったんで、キャンプ場行くのが。ハエ気になって追っかけるじゃないですか。で、もうなんか覚醒されてたんで、手でいけんじゃねえかってやって、こう踏み外すんですよ。ここ、あ、ちょうどこの段差ですね。25センチくらい。はい、20センチくらい。結構こっちありますよね。ここね、この高さの床があると思いきやなくて、ボロンで、ここの角に胸強打して、1ヶ月間くらいここ青技だったんです。買ってすぐの話ですか？買ってすぐの話です。なんで僕、今キャンペーンかいろいろ見てますけど、
YouTube やり始めたんで、このフラットの車両も結構多いんで、FF ヒーターついてても。だから特に小さいお子さんとか、うちの子も転んだりしてるんで、結構危ない。確かにそうですね。子供だと余計に、なるほど。そこはちょっとじゃあ、気になるところなんですね。めちゃくちゃ気になります、この段差が。もうこれ乗ってる人じゃないとわかんないですよね。え、ちなみになんですか、はい、これ、棚も一緒に降りるんですか、はい、棚も一緒に降りるんですよ。ああ、ほんとだほんとだ。はい、これちなみにこの棚の中とか見ちゃったか。あ、全然 OK です。意外とあれですね。なんか、風邪薬とか。あ、でもなんか意外とまだそんなに詰まってない感じなんですか、詰まってないですね。こういうのとか。いいっすよ、宣伝しちゃった。こういうのが。で、この辺も棚が。結構物を置けます。確かにこれ上もあるんですね。はい、ウェットティッシュとかティッシュとか。はい、あ、これいいですね、うん、はい、あ、これ開くんですか、上の窓って。これ開きます。これが、おお、すごいですね。ここが一番広いんじゃないですかね、この窓の中で、車両で。おお、あ、そこ上開くんですね、はい、網戸に。ああ、はい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 。だったり、こういう風なカーテンになったり。いや、これいいですね。開放感が違いますよね。ここが開くだけで。そうですね。ただ、炎天下の時、めちゃくちゃ太陽が入ってくるっていうか、暑いんで。やっぱり夏は。こういう状態にしてます。でもこれは開くタイプですもんね。開くタイプ。これはいいですよね。これちなみにこっち側、棚とかって大丈夫ですか？大丈夫です。タバコとか。はいはい、はい。テレビのリモコンとか。まあ、マスク。まあまあ普通に使うものがそこに。そうですね。よく使うものが入る感じですね。はい。なるほど。名前ってありますね。ドライバーとか。で、ドアにはこの、すごいですね。ちゃんと皆さん、ここにこう、貼れるだけは、はい。まあ貼ってる人はもうちゃんとね、チャンネル登録して見させていただいて勉強してます。なるほど、なるほど。いいですね、はい。で、下駄箱がないんで、うちはもうこうやって。かけちゃう。あ、でも、全然、十分ですよね、これ。はい。これなんかあの、はい、オーニングと同じメーカーだったら。あ、スーリーのやつですか。はい。これ引っ掛けるところも、これ最初からついてるんですか、こんなの。これ最初からですね。こんなのあるんですね。はい、これも最初からで。で、ここは鏡があって。鏡ですね。結構照明も多いですね。このオレンジ色の照明が。輸入車系は、なんかこういうとこはおしゃれですね。はい、そうですね。間接照明もまた、はい、結構多いですよね。ただライトの明るさ調節とかはこれできないタイプなんで、もう。ああ、はい、はい。まあまあまあ、な感じ。よくアドリアにあるやつですね。そうですね。そしたら、ちょっと見させていただきたいのが、はい、キッチンが割と大きいですよね。このちょうど、今先ほど見させていただいたリビングの真後ろにキッチンが来る感じですね。はい。こちらコンロが？コンロ三つ口で、はい、あの、カチャカチャカチャではなくて、チャカまで。ガス開いてやる感じですね。あ、そうなんですね、はい。これちなみに結構使います、はい、使います。あの、普通にコンロとして使って。使ってますね。あ、で、このサイズを測ってなかったんで、はい、3つ口あっても、2つしか使えないです、はい。フライパンがこの大きさなんで、この辺のサイズは測った方が。あれなんですかね、欧州車特有のあれなんですかね。ね、あ、ここも開くんですね、窓は。基本、調にするときは、開けてます、はい、窓。だから揚げ物とかめちゃくちゃもう暑い上にさらに暑くなるんで前がこれ換気扇ですか。換気扇ですね。そう、まあ、収納。はいはいはい、この上にさらに収納があるんですね、はい、ここ結構大きいですね。上の棚も広いですよね、はい、あっちがシンクになっていて、はい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 、まあこういう感じで。お水も結構使われます。めちゃくちゃ使います。あ、はい、じゃあもうフル活用ですね。ガスも、はい、で、これ水も、はい、このタイプ閉まんないんでちょっといじっちゃうと、ここは水浸しになったりとか何回かありました。別なんですね、はい、で、電子レンジはここもともと収納だったとこを取っ払ってはめ込んだ。あ、ここ収納だったんですか。はい、収納でした。このサイズの引き出しが3段あったのを1段潰したって。あ、でもなんかきっちりビルトインされてるような感じですよね、はい、こんな。で、これ収納。あ、ここの下もこれも収納なんですか。収納です、はい、ここ結構深いですね。深いですね。この辺いろいろ入りそうです。これ上はこれも収納なんですか。これも収納です。あ、ここもまた結構広いですね。思った以上に。はい、あ、で、ここはもう普段使うまあお箸とかもそういったものをここに入れてるのが、はい、あ、それでチャッカーマンですね。そう、チャッカーマンで、ここも、まあ、食材が結構奥行き結構あって。あ、これはすごいですね。はい、あ、種はもう本当ここですね、はい。ここはもう何でも。こういうカップラーメンとかここら辺に入れて、はい、鍋とかそういうのはもう別のボックスに入れて。はいはい、
今撤去してますけど、この辺にボンと置いてる。ああ、はい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 、はい、そうなんですね。すいません、今日撮影してるんですけど、実は一緒にキャンプしてるんで、はい、物がだいぶ違うんですよね。はい、物はもうほとんど外に今外にあるんですよね。ここも収納ですね。あ、で、まあまあ普段はあんま使わずで、はい、ここも収納。はい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 。で、この上が、これは冷蔵庫ですね。冷蔵庫、スリーウェイですね。あ、スリーウェイタイプの、はい、はい、オートにしてて、はい、上にガス、まあオートだと今電源入れてる。ああ、電気と、はい、強さ。ああ、はいはい、でかいっすね、はい、普通に入りますね、これ。いやいやいや、結構でかいんすね、まあ、結構これパンパン、はい、いつも積んでて、これ下が冷蔵庫で、上がこれ冷凍庫ですか。そうです、冷凍。いや、すごいっすね。もう冷蔵庫、冷凍庫はもう普通にやっぱ使われるような。使ってますね、ガンガン。これ上、一番上のこれ収納ですか。あ、ここテレビです。え、どういうこと。これ、テレビってそんなとこから出てくるんですね。ああ、すごいですね。で、使わないときはもうそのまんま。はい、あ、テレビついてますね、なんか。テレビ使うことはじゃああんまない感じですか。あんまないですね。メインスイッチで、うん、これ電気の系のパネルはもうここで集中してるんですか。はい、そうです。あ、でもバッテリー残量とかそこですね。なるほど。インバータスイッチ、バッテリーは、そうですね、ボトルニックはここにあって、はい、でインバーター、これなんですか。あ、これは外のライト。それ以外がここに集約されてるんですね。そうです。FF。トルマーのボイラーですね。はい、これはバッテリー残量。はい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 。で、清水、まあ 25%。はいはい。排水も今 25% ですよ。それ押してるところが、はい、そのパーセンテージが出るんですね。はい。あ、これはこれで見やすいですね。これ、ボイラーとか使われるときってのは、これをつけるんですか。こっちですね。あ、これをつけるとボイラーが入りやすいみたいな。これが、今オフにして。へぇー。エコモードとか。これは FF の温度。はい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 、はい、はい。あ、じゃあもう FF から普通のヒーター関係、まあこういうガスとかも、はい、取るまでやるっていうような。そうです。広いし、設備もやっぱ優秀ですよね。ここが閉まるんでしたっけ。ここが、なるほど、部屋が変わるんですね、これ。変わります。お部屋になっちゃうんですよね。お部屋になっちゃう。まあトイレの扉なんですけど、はいはいはい、まあこう完全に個室にできてプライベート空間を作れる。こう閉めちゃうと、はい、うちのパターンはここに家庭用エアコンがあるんで、奥にあるから。で、今エアコンついてる状態なんですけど、はいはい、結構暑いっすよね。長いから余計に 26.3 度。はいはい、こんだけ雨も降って日陰なのに、はい、で、これ日向になると今エアコンつけててもここが30度近くまで上がるんですよ。で、このサーキュレーター回すんですけど、なるほど、さっき入られた時回ってたじゃないですか、はいはいはい、こんなに体感変わんないですよ。だそれがこの長さゆえのボンストネックなとこでってなると、やっぱここにつけて、はい、とかがあの人が多いんですかね、入り口上とか。そうですね、ここ多いですよね。これがあるんで。あ、そうですよね、ちょうど被っちゃうんですね。国産のだとここにつけて、はいはい、サーキュレーターでベッドが冷やすっていうのがなんか一番いいみたいですけど、はいはいはい、この手の車両の特有の悩みなんですね、はい、これちなみに、はい、これがトイレです。トイレです。あ、でも結構広いっすね、中は。あー、すごい。結構トイレもじゃフル活用されてるような。はい、ガンガン使います。いいっすね、ちゃんと照明もあって鏡もあって。ただどのタイプもそうだと思うんですけど、はい、トイレのタンクが20リッターしかないんで、こう一晩でパンパンです。あ、そうなんですね、はい、使う人は。そうっすよね、雨とか降っちゃうと余計に外行かなくなっちゃいますもんね。ここの後ろが、これ今収納を置いてるんですけど、はいはい、子供たち着替えが多いんで、はい、ここが本当はシャワールームなんですよ。この扉もこっちにパタンってやると、ここがシャワールームになって使えると、はいはいはい、あ、じゃあ普段はシャワーはもう使わないんで。使わないですね。逆に収納にしちゃうと。収納にしてます。そうですよね、子供たちが大きくなって、はい、服の汚れとか気にしなくなったらまた使い方が、はい、まだ2歳とかなんで1食食べると1回着替えるみたいな。そうそう、量必要ですもんね、はい、これ珍しいですね、収納棚ごと入れちゃうという。はい、入れましたね。確かにそうすると子供の服ここで住みますもんね、はい。で、まあ、上は普通にハンガーとしても使ってみたいな、はい、使活用の仕方がいいっすね。あ、でもこいつもここも一応開くんですね。ここ開きます、開きます。これでまた普通に明かりも入るし。で、このベッドルームがマット外すとここ奥まで行って、よくあるここ階段になってるんですよ、2段くらいの。ただシングルシングルでも分けれるし、はいはい、今はこう引っ張り出してマット敷いてて、はい、1つのベッドにしてる。でかいっすよね、このベッド。縦で寝れるやつですもんね。はい、
ただ荷室が海外設定で大きいんで、はい、その分ベッドの高さが高くなっちゃって登る時が、はい、でベッドガードがなかったんでこれ後付けでこれつけたんですよ。落下防止ですね、はい、これ後付けで。そうっすよね、お子さんがいるとどうしても、はい、上のあれはマックスファンですか。あれマックスファン、これは後付けです。あ、これ後付けなんですね。はい、これちなみにベッドルームって照明とかってどうなってる、はい、照明がですね、照明が、はい、ほとんどの車はこういうところについてるんですけど、うちのはちょっとダメでこれだけなんです。あ、そこについてるんですね、はい、はい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 。なんでここにあのちっちゃいランタンみたいの。あ、でもそれはそれでおしゃれですね。してます。あ、でも横が光ってくれればそれなりに明るさは取れるんだ、はい、いや広いっすね。まあベッドは本当広いですね。180センチの人が寝ると。あ、でも全然普通に縦で寝れちゃうっていう、はい、すごい。どっちが正解なんだろう。まあこうでしょうね、これこのこれがあるからそうですね、そうですね。こうではないですよ ね。正解はそっちだと思います。で、この XV、 これが15周年記念特別使用車らしいんですよ、サンライトの。サンライトの中 で、はい、で、あ、そうなんですね。で、結構この横はもうタオル関係、まあ子供がいるからやっぱそうですね、おむつ関係とか。これはもう本当に子供用なコーナー、ね、これティッシュケースです。はい、バンバンバンタイプです、はい、であとも子供のおもちゃをこう。そうですね、おもちゃ、ミニカー、大好き、はいはいはい、アンパンマン、この中全部ぬいぐるみです。いやでもそうなりますよね、はい、子供コーナーできちゃうんですよね。そうなんですよ、こういうのとか。いやでもこれだけ広かったら散らかしても問題ないですね、はい、そうですね、はい、踏むとかないですもん。ないですね、これベッドの上で収まる、はい、後ろこれ棚なんですか。これね、収納です。開くんですかそれ、はい。で、本来もう繋がってたのを潰してエアコン入れて、はいはいはい、元々はエアコンじゃなくて棚があったんですね。はい、そうです。真ん中抜いてエアコンをつけたところですね、はい、ここがママの。ああ、はいはいはい、窓でかいっすね、はい、窓でかいっすこれ両方ついてるんですね。そうですね、子供ちっちゃくて一応危ないなと思ってこれ一本しかないから万が一開いた時とか、はいはいはい、基本は締め切ってるっていう。あ、そうっすよね、転がっちゃうと怖いっすもんね、はい、怖い。そういうとこに照明が欲しかったかなっていう感じですね。あ、この、まあ、それ以外は快適。そうですよね、エアコンも近いからいいですよね、はい、で、ここカーテンも一応これついてますね。一応あります、カーテンが。全然、ね、プライベートは、はい、カーテンで閉めてもドアで閉めても、はい、そうか、でも閉めちゃうと、はい、こっち側の人が暑いっすね。めちゃくちゃ暑いんですよ。だから本当みんなどうしてんのかなっていう。なるほど、教えてください。全員がこっちで寝てればいいけど、はい、そう、こっちでね、そう、暑いんですよ。で、子供たち寝かしつけても開けっぱなしにしながら飲んでないと。ですね、この下も収納があってですね、ちょっと電気が壊れてて暗いんですけど、はい、もうバンタル。そんなところ開くんですね。で、その中奥にボイラーがあるんです。あ、そうなんですね。でもここも結構入りますね。ここはここで。入ります。でもここはまあ子供のとか、まあ、キッチンペーパーとか、なんかそういった生活用品系が。はい、そうです、ね。で、反対側はインバーターが入って。あ、え、ここですか？はい、こっち。あ、はい、本当ですね。ここは電装系がこの中に。はい。はい、サブバッテリーはこれ、車体下に吊るしてるみたいな感じになってるんですよね。そうなんですね。結構特殊ですね、はい、またそれは。はい、これ容量的には1500ワットぐらいですか。そうですね、1500ワットって言ってたような気がしますなるほど、すごいですね。でも広いですね。パソコンが黒なんですね。黒なんです。なかなか黒が珍しいですよね、はい、そうですね、黒結構皆さんシルバー系が、シルバー多いですよね。パソコンはさんのデスレフっていうのも扱ってるんですけど、それがヘッドとしては黒いんですよ。確かにそうっすね、はい、で、このエンブレムがまた特徴的なサンライトの、いらっしゃるけどいいっすね、おしゃれっすね。ミラーもでかいっすよね。ミラーでかいっすね。これは、でもちゃんとあれっすね、両方側からちゃんと乗れるドアのタイプで。そうです。で、これがあれですね、あのやっちゃった箇所っすね。これです、やっちゃったので、ここはもう板金済みで、ここも全部行ってたんです。で、ここはもうじゃあすぐ、まあ、で、これが部品待ち状態、なかなか入ってこないというやつですね、はい、このプラスチックみたいなのが、これ7万円します。で、このステッカーとかがいくらするのかなっていう。あ、なるほど。貼らなきゃいけないんですよね。はい、で、まだ来ないです、部品が。なるほど。これ2ヶ月以上待っても。
欧州車特有の悩みかもしれないし ね、部品がっていうのが、はい、でこれ横のこれって何ですか。これはあの潜水タンクの、じゃあここで水をホース入れて120リッター入ります。120リッター、さっきのリビングの座席の真下がタンクになってます。はい、あ、そうなんですね、はい、だからここなんだ。でこれが横にこれついてる、これはこれはあのボイラーの排気口、あ、熱いやつですね、はい、触っちゃいけないやつですね。この下にサブバッテリー、白い枠組みの。そうなんですね、これ交換結構大変ですね。大変ですね。回すやつついてて、はい、この回すとこイーンと降りてきて揺れないみたいな。はい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 、長い車特有の。僕は体感的にあんまり変わんなかったんで下ろしてないかな。まあ最初のうち使ってたんですけど、はいはい、だんだん使わなくなってったから。まあなくてもそこまで、はい、まあ、逆に言えばそれだけしっかりしてるってことですよね。はい、でここが僕あのよく動画で言う収納が潰れちゃってる、ああ室外機がここに来てるんですね。はい、これはオプションですか。これは標準です。標準でついてるんですね。はい、標準でついてました。なんか自転車の、あ、サイクルキャリア。はい、使ったことあります。ないです、自転車持ってないんですよ。へえ、かっこいいっすね。まあでもこれでなんか登れそうな気もしますけどね。まあ確かに確かに。でこれオーニングも標準ですか。これ標準です。すごいっすね。ちょっと今日あのキャンプに一緒にやられてみます。実際使われてるんですけど、はい、オーニングが、しかもこれ長いっすよ、めちゃくちゃ長い。でここのハッチでかいっすね。先ほどの室外機がああいう風に入っちゃってるんで潰れちゃってる。ああ。なるほど。じゃあ開けるとちょうどあれが見えるってことなんですね。だから結局奥行きがありすぎて、はい、こういうのを取るのも登って、あ、一回中に入ってっていうような。そうですね。向こうが使えれば向こうからただ出せるものが出せない。そうか、室外機があるから出せないってことね。はい、こういうタイプの FF ヒーターの出口がだいたいついてるんですよ、アドリアとかも。ああ、ありますね。ここにあって、はい、これ蓋がついてないんで、ここの部分が。はいはい、ここに物を不要置けなくなるんですよ。ああ、厚さ溶けちゃうってことですか。溶けちゃうんで。これよくじゃあこういうところにも収納が結構あるんですか。結構あります。ここも収納があって、この真ん中にも結構入るぐらいの。はい、すごいですね。こんだけ大きいら確かに何でもありますね。これからしまうやつですよね。はい、これから。先ほどキッチンの前にこういう食器関係が。ああ、はいはいはい。これが置かれてるんですか。はい、こういうの。あ、ここガスですね。はい、ガス部屋があって。あとはトイレなんですか。これトイレの。カセットですね。カセット管理。背丈はまあそこまで。あんないですけど、でもやっぱ長いですよ、圧倒的に。じゃあすみません、いろいろと見させていただいてありがとうございました。こちらこそありがとうございます。もうなかなかよく会うのに全然見ることがなかったという、はい、初めて見させてもらって、やっぱ広いですね、はい、7.5 の 2.3 というこの車はやっぱでかいなっていうのを今回改めて分かりました。はい、最後になんですけど、はい、これ皆さんにお伺いしてて、この車買ってよかったなっていう思うところ、まあメリットとかでもいいんで、はい、まあ1点と、はい、ちょっとここだけは残念なんですよねみたいなのがあれば、はい、ちょっとそれも1点ずつ教えていただきたいんですけども、はいはい、まずメリットの方から。そうですね、メリットは、まあ、キャンピングカー自体僕初めてで、アウトドアもやったことなかったんですけど、もう急に購入して、まあ、本当良かったなと思うのは、まあ、子供たちと出かけるのかなっていうの、頻度が上がったっていうか、まあ、週末が楽しくなったっていう。結構毎週末出られてますよね、はい、週末。まあ今まで仕事してて、キャンピングカーなかった時はもう休みの日って何も予定もないけど、まあ毎週じゃあ何しようかみたいな、どうするみたいなのとか、このキャンピングカーを通じて、まあたかだか1年半くらいですけど、まあ本当いろんな方々とお会いできる機会をいただき、で子供たちもいろんなところに行って笑顔が増え、まあメリットって1個って言われてももうキリがないくらいあるんじゃないかな、このキャンピングカーに。と思います。まあ、これ1台目。1台目です。1台目のキャンピングカーですもんね。はい、しかも、見たのも1台目。初めて見に行って。見に行ってその場で買ったんですすごい行動力ですね。はい。あ、じゃあ他を知ることなく。そうです、もう。ほんと、東亜モーターさんに行ってっていう。もう他全く知らないです。あ、で、買ってからじゃあ、今のなめかぜチャンネルで紹介してるような、そうです。ああいう車両紹介だとかっていうのも買ってからの。はいはい、あの見に行ってるような感じなんです、はい、だからこれが輸入車っていうのも買いますって言った時全然気づいてないっていう、はい、レアパターンですね、はい、相当なレアパターンですね。相当レアだったと思います。
ます。なるほど、はい、逆にちょっとここだけはなっていうような点ってありますか？まあ内装見ながらもお話ししてたんですけど、やっぱり暑さ問題っていうんですか、エアコンにつけるっていうのと、まあダメな点も挙げればキリがないんですけど、まあ 100% はないなとは思ってて中で、どうだろう、やっぱりここかな、降りたらここが使えない、はい、でここ以外じゃあ何があるのかというと、ベッドルームしかないんで、キャンピングカーって降ろしたら使えなくなるっていうのがネック。じゃあ子供そっちで寝かせりゃいいじゃんって主張されてる方そう思うと思うんですけど、子供はここじゃなきゃ嫌だ、子供特有のあれですよね。これはじゃなきゃもう無理みたいな。2階大好きですから、はい、じゃあデメリットというよりかは、まあ、環境だとか、まあ別にでもこれがダメでなんか走れなくなるとか、まあ、そういった点ではない、ね、ないですね。すいません、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、ということで今回ですね、はい、なめかじさんに紹介をしていただきました、はい、ちょっとじゃあチャンネル紹介も軽くいいですか？まあキャンピングカーを購入してちょっと去年の12月からですね、動画を YouTuber になるという撮り始めた。で、まあ基本はね、家族旅とか、はい、まあ、こういったキャンピングカーの紹介とかをメインでやっています。はい。ぜひぜひ、なめかじチャンネル、この動画の概要欄に貼り付けてありますので、はい、ちょっと見よった方はぜひ、はい。そうですね。で、結構、普通にも家族旅っていうところもやられてますもんね。実際買った方がこう使うみたいな、ね、ちょっと動画も作られてますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、これ、ウーチャンネルの帽子です。はい、最後に触れようかなと思ってます。T シャツ昨日持ってきてるのにね。昨日着てくれたんですよね。ありがとうございます。はい、ということで今回ですね、なめかじさんに紹介していただきました。本当に今回ちょっとバタバタですけども、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、ということで今回の動画はここまでになります。はい、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。またですね、キャンピングオーナーズやっていきたいと思いますので、ぜひぜひご視聴の方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。グッドボタン押したら、じゃあまたね、バイバイ。